わいいかわいい後輩ちゃん、シミン。騒動仮面ライダーセイバーブック5、今日はシミン。2月22日月曜日、どうもしょっちゃんです。2月22日、皆さん何の日かご存知ですか？え、にゃんにゃんにゃん、222でにゃんにゃんにゃんで猫の日ね。ああ、そういうのもあるみたいですけど、違う、ソードの発売日でしょう。ソード仮面ライダーセイバーブック5&ソード仮面ライダー01&仮面ライダーディケイド。もうなんだかわかんない、盛りだくさんなんですけれども、今回のラインナップこんな感じ。全部で12箱6体完成するって感じかな。って2箱ライダーじゃないですね。今回はディアゴスピーディー入ってきております。そしてシミーね。そんな感じでセイバードラゴンブレーメン、ディアゴスピーディー、シミー、ホロビー、アークスコーピオン、アークゼロワン、ディケードコンプリートホームっていう感じなんですけど、しょうちゃんね、これね、全部はもちろん買いませんでしたね。欲しいものだけ買うっていうね、そんな感じでやってきておりますが、今回買ってきたものがこちら、この6箱です。セイバーはね、買おうか迷ったんですけどね、1番2番ね、買おうか迷ったんですけど、とりあえずドラゴニックナイトとか、これからきっとプリミティブとか、そういう風に出てくると思うんですけど、そういうのは買おうと思うんですけど、まあなんか組み合わせ次第で変わるってやつはそこまでいいかなと思いましたので、今回はディアゴスピーディー、あ、逆、これが逆ですね、気を取り直しまして、今回はディアゴスピーディー、そしてシミー、滅びアークスコーピオン、このね3体完成させるもの、全部で6箱を買ってきました。近所のスーパーにそもそも入荷してなくてね、あそこ不安定なんだな、ちょっと遠くまでね行って買ってきました。それで午前中パー、ね、でもまあね、欲しかったもの手に入ったのでとっても良かったです。で、今日ね、何をね作っていこうかなと思うんですけど、何作ると思います？そう、もちろんっていうか、サムネ見てんだよね、もう前も言ったけど、そうなんです、そう、シミーです。では行ってみよう。待ってましたのシミーです。イエーイ、待ってましたよシミー。今回5番6番シミーボディ、そしてアーマーとなっております。それではまずは箱をね見ていきましょう。一つずつは後ほど見ていくんですけれども、この箱のてっぺんで、ね、こんな感じです。今回シミーはね、ディアゴスピーディーもそうなんですけど、シールゼロなんですね。シールゼロっていうのもなんかすごい新しいなと思います。そんな感じでシミー組み立てていきます。ではまずシミーボディーからいってみましょう。シミーボディー、箱はこんな感じです。とてもシンプル、近くから見るとこんな感じです。この布のねやつが楽しみですね。まあそれはねアーマーの方なんですけど、はい、こんな感じ、セット内容これていうか、これで終わりなんですよ。で、箱はね、まあ、こんな感じで、箱の裏側こちらです。あ、かっこいいポーズはこれかな。そして武器持ってる、おい、こんな感じ、これすごいよね、ディケイドね。そんじゃ箱を開けていきましょう。楽しみだな、シミーが。あー、うわ、みんな見てください、これで終了。本当に何もしなくていい、もうすでにシミが完成している。では見ていきましょう。シールをね別に貼らないのでね、シール貼る前はこんな感じですみたいなやつはないんですけれども、見ていきましょう。とてもシンプルなんですけれども、すでにねしっかりと塗装されております。こんな感じ、ほらこの辺はねシルバーの塗装やってくれてますよ。こんな感じ、足元はこんな感じです。先に後ろ側見てみましょう。このようになっております。うん、お尻プリプリ。では膝を曲げるとどうなってるかというと、こんな感じ、はい、肩がねこのカバーみたいになってる肩パーツっていうのがないんですね。で、これは、あ、引き抜けるので、やはり腕のね角度とかはこちこちいい感じに、普通のねセイバーのものと同じ感じで組み立てれます。では、でこんな感じ、
腕の関節こんな感じです。うん、変わったよねやっぱりね。いつも言うけど本当にいい感じ。うわこれさ惜しくないですか。ここまで塗ってるんだったらここまで塗ってくれよって。これシャインシルバーで重ね塗りしたら変になっちゃうかな。塗ってみる。とりあえず今日は組み立てます。こんな感じでシミのボディでした。ガムとね、そうそう、このガムもさ、ラムネの方が良かったなって言ってる人が結構いますよね。でもガムもいいんですけどね。まあでもこのガム食べながら組み立ててちょうどいいって言ってる人もいましたけど、見えちゃったけど、いきますよ。箱の裏側、じゃじゃん、シールはございません。シールはございませんですって。すごい、これをね手にしたかったんですよね。でこっち側には組み立て方出ております。シールはございません。最高。はい、ということで何もしないんでなんか変な感じはするんですけれども、シミのボディでした。じゃあ次アーマー行ってみましょう。6番シミアーマーです。シミちゃんのアーマー箱こんな感じです。おい、セット内容がねこれですね。さっきよりはちゃんと入ってるって感じで、箱の裏側こんな感じです、うん、なるほど、ね、じゃあ箱開けていきましょう。皆さんこのアンケートやったことありますか。しょっちゃんやったことないんだよね。おお、なんかやっとソードを開けてるっていう感じしてきましたね。はい、じゃあ中身を見ていきましょう。まず頭がね、どんな塗装になってるのかなって、ぐちゃぐちゃとかなってないかなとかっていうのがすごい不安なので、ちょっとしっかり見ていきましょう。そしてこの布だね、なんかバサーっとしたやつ、開いた手、武器、スタンド、そしてスタンドに貼る C ですね。後ろから見るとこんな感じです。では開けて中見ていきましょう。まず最初に見るのは頭だね。頭綺麗かな。なんか箱をね、パッケージとか見てると若干こうボソボソゴソゴソ感あるんでどうかなと思ったけど、見てください、パッケージのシルバーより実物のシルバーの方がとっても綺麗な感じ、いい感じです。へえ、よかった。あーでもそっか、誤飲暴食のポチはついちゃうね、穴とね。穴はそんなに開いてないか。誤飲暴食のポチはついちゃうんだよね。そうだよね、引っかかり全くないもんね。飲み込んじゃえる人は飲み込んじゃえるもんな。はい、こんな感じでシミの頭でした。うん、綺麗でよかった。これだけちょっとね気になってたんだよね。でこれ布、これは後ろ側の布みたいなところかな。なので後ろから見ると黒いけど、シミの体があってこの布の内側っていうのはきちんと茶色に色がついてるように見えるという感じです。実物どうだろう、全部茶色、ここまで茶色にする予算はなかったっていうことなのでしょうか。こんな感じです。布っぽさ出てるね。ボロ布、ボロ布。はい、じゃあもう一つのボロ布見ていきましょう。はい、こんな感じ。おー、いいね、なんか好きっていうかちょっと美味しそうじゃないですか。溶けたチョコレートみたいな。うわ、後ろなんかすごいサバサバーってしてる。はい、こんな感じの美味しそうなボロ布でした。じゃあ次が手ですね。開いた手です。指のところギザギザギザってなってたんですね。はい、こんな感じです。そして武器、この武器の名前あるのかな、ちょっと後で調べてみます。武器はシルバーに塗装されています。こんな感じで塗装されています。持つところだけ黒くなってますね。いっそのことここも全部ジャバーンとシルバーにしちゃえばいいのになって思ってしまいます。そしてスタンドものですね。シール、シミー、いい感じ。はい、ということで全部出しました。箱の裏側見てみましょう。これもやっぱりシールはございませんなのかな。あ、でもスタンド の台座に貼るシールがあるのでシールはございませんではないのか。はい、
てな感じで、ああシールはございませんって、ちゃんとシールはこれですって1枚だけど書いてる。でもここに丸ごとこれがあるっていうのもないよね。珍しい。はい、こんな感じです。ではすべて出揃いましたので、シミを組み立てていきます。とっても楽しみです。ではいくよちょっと隙間が空いちゃう感じがするけど、なんともう完成です。シミ完成。なんか思ったよりここなんかガバッとしてるな、ガバーッとしてる感じですけど、完成です。ショッカー戦闘員の可愛い後輩ちゃんシミです。嬉しいですね。このように後輩がね、立派にいい感じに登場してきてくれて、しょちゃんはとっても嬉しいです。これからも頑張りたまえ。最近全然シミ登場してないんだけどね。ではシミ完成しましたので詳しく見ていきましょう。全身こんな感じです。横から見るとこんな感じ、後ろから見るとこんな感じ。後ろから見るとすごく強そうですね。真っ黒でね、ダークな感じ。もう一つ横から見るとこんな感じ、真上から見るとこんな感じです。真下から見るとこんな感じで、首はねどれぐらい動くか、あんまり動かない、これがあるからなのかな。あ、動くわ、すいません、硬かった。これぐらい動く、上はこれぐらい向く、下これぐらい、ね、こんな感じです。ここに当たってねストップって感じ。横もそう、そんな感じです。手はやっぱりこれがあるのでちょっと動かしにくいかなって感じ。かわいいこのポーズ、かわいい、とってもかわいい、こんな感じですね。では騒動といえば、しょっちゃんはねかっこいいポーズを今日、あ、待って、武器持たせたいと思います。はい、武器持ちました。でですね、今調べました、この武器名前はロットって呼ばれる武器です。これはですね、探検、見ての通り探検にもなるし、ここ見てください、銃にもなってるんです。探検にもなってエイヤーできるし、銃でバーンって撃つこともできるっていうね、素晴らしい武器でございます。ちなみに身長 196.8cm、 結構あるね、もうちょっとちっちゃいかなと思ったんですけど、 196.8cm、 体重 81.3kg です。ではかっこいいポーズ作っていきましょう。今回はこちらですね、こちらのポーズを作っていきたいと思います。ではまた早送りでやっていきます。もし暇だなと思う方は見てください。どうぞ。まずは足はくっと曲がって走っているかのような感じかな。でちょっと見えてるからこうか。でまっすぐ、おお取れた、まっすぐで、こっちの足はまっすぐだね。じゃあこれを使う、こっち足はこれでいい感じかな。で、少し体が、斜めを向いていて、首はこっちで走ってて、手がぐーっと後ろに伸びていて、武器をこう持ってる。あれ、今回結構いいんじゃないですか？映ってない、はい。あれ、もう完成、もしかして。こっちの手は、これを見ると、あ、開いてる。なので、手を付け替えます。よし、手を付け替えて、うわって感じ。え、なんかかっこよくない？という感じで完成。あれー、かっこいいんじゃありませんか？だいたいこんな感じ。どうでしょう、こっちと並べてみて、いい感じじゃないですか？よし、完成。いやー、待ってましたの、シミ本当に素敵ですね。しょっちゃんもあの布みたいの巻きたいな。巻けるかな。今度シミに貸してもらえたら貸してもらおうと思います。そんな感じで本日はとっても楽しみだったシミ組み立ててきました。ソード仮面ライダーセイバーブック5&ソード仮面ライダー01&仮面ライダーディケイドは2月22日本日発売となっております。もう一回ラインナップこんな感じ、ね、全部で12箱発売されておりますので、
気になるものある方買ってみてはいかがでしょうか。ちなみにしょっちゃん買い物行った時にね、セイバーのドラゴンブレーメンとディアゴスピーディ以外がしょっちゃん行ったお店では売れていた傾向にあったので、それ以外欲しいなと思っている方は早めにお菓子売り場にてゲットした方がいいんじゃないかなと思っております。そんな感じで、次回はですね、このディアゴスピーディーか滅びかね、どちらかやっていきたいと思いますので、もしよろしければ見てみてください。そんじゃ今日も最後まで見てくれてどうもありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。シミー。